危なかったよ。顔面蹴れるとこお前のスピアで助けられたよ。まああいつらはいろいろツイッターでハッシュタグなのなんだのやってるけど、一番大切なのはリング上でしょ。リング上で今日来てたお客さんほとんどミアールファンじゃないの。関係ないね。ミアールファンなんてよ、泣き叫びながら帰らせてやるこれからもよ。そしたらスワマ宮原全日本のエースだよな、二人ともな、元エースにしてやろうか、これからな。俺たちが、タッグでもシングルでもいくらでもやってやるよ。次は青柳ジェイクなんだよ。俺覚えてるよ、ちゃんと見てきたんだ。今回ちゃんと見てきたんだよ。名古屋だな。名古屋、名古屋、俺名古屋で一回負けたことないんだよ。精神的にね、精神的に負けたこと一回もないから。ジェイクだろ。ジェイクもよ、何考えてんのかよ、分かんないけどよ、青柳に毒されてんな。青柳は青柳でやってりゃいいんだよ。ジェイク、お前の目を覚まさせてやるからよ。ヘラヘラしてねえでよ。
こいつのヘラヘラはいいんだよ。ジェイク、お前のヘラヘラが問題なんだよ。全日本プロレスにお前のヘラヘラしてる顔必要ねえんだよ。真剣勝負だ、名古屋。がっちりあいつらから勝ち点奪って、このまま優勝だ。よっしゃ、よっしゃ、やってやろうぜ、やってやろうぜ。よし、ステーキハウス呪楽のステーキ食べて帰ろうかな。よし、以上。皆さん、日焼け大丈夫か。やられたね、あの野郎。やり返すリストに、俺たちがやり返すリストに新しく足の本田加わりましたよ。日焼け大丈夫、行こうぜ。そう、今日は一勝二敗だ。くそ、昨日結果がついてこない。昨日勝って残り全勝っつったのにもう負けちまった。でもな、切り替えようぜ、切り替えようぜ。切り替えよう、人間負けてから強くなるんだよ。名古屋、名古屋。おい、スーパールーキー、スーパールーキーさんよ、初遭遇だな。安西優馬、お前は紛れもなくスーパールーキーだ。俺から見てそう見えるよ、うん、名古屋スーパールーキー初遭遇、楽しみにしてるよ。よっしゃ、安西ケジョンケジョンにしましょう。すまん、大丈夫っすか。オッケー。